はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、サワルです。ダークソウル3ですね、よろしくお願いします。結構続けてできているので、続けてアップロードをしているのですけれども、どこだったかな、一人ね、見たことのない人はちょっとここにいるのでお話ししてみましょう。これですね、すごいかっこいいね、ブラッドボーンのような衣装を着ていますが、I'm Kindle Dowie, and fast on the trail of the Lords of Scondit. Then these red eyes are for you. ひび割れた赤い瞳のオーブ、何に使うんだ？ Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? ありがとう。一度だけ他の世界に侵入するオンラインアイテムですか。後で売りましょう。Pillage embers for briefly heightened strength. What else are unkind? そうか。他人の人様の世界に侵入して、そいつをぶっ飛ばした暁には残り火っていうセンソールがもらえるわけですね。でもどうせ死ぬからな。必要ないんだよな。あ、まあいいや。ちなみに、ちょっとね、動画の編集間際というか、の片手間にマラソンをしていました。ちょうどいい時間なんですよね。まあまだ9000ソウルでね、どうにかなってる時代だから言えるんですけれども、はい、筋肉を上げまして、じゃあお約束、というか前回ね、話していたところ、あ、そうだ。ここにね、不死の遺骨くべると、エストの回復量が上がると。俺どこかの転送地だけ限定かと思ったら、ここでねくべることしかできないみたいなんですよ。おそらくここでくべるとレベルが上がるっていうふうに書いてあったので、まあ、ここでくべることにしました。まあ、勘違いしていたんで、お、モーニングスター、まだないですね。ずっとね、我慢していたんですけれども、まあ、ここじゃないと強化できないっていうことが分かりましたので、強化した次第です。はい。マラソン地点はここです。ここの奴らを棒くらいしてぶん殴る以上です。で、1人300ソウルくらいもらえるので、まあ、10回やれば9000ソウル。まあまあまあ、美味しい場所ですかね、しばらくは。うん、いい感じだと思います。さあ、本命の追っかけてるやついるか？いませんね。火が灯ったので先に進みましょう。もう俺に失うものは何もない。ボーンって言え。何も言わんのか。あ、敵だ。カラス系の敵がいるのか。ちょっと物だけ持っていこうか。また喪失石っていうことはカラス系ですよね、多分あれ。あいつ嫌なんだよな、強いから。登ってって引っ叩いて終わりにしましょう。てかこのゲームってさ、パリした時とか戦闘中じゃないとさ、致命の一撃って入れられないんでしたっけ。嫌なんですけど。どうせまたほやーって言うだけのさ、やつなんだからさ、冗談じゃねえんだよって。よいしょ。ねえ、まったくさ。あ、足りない。祈ってるだけの連中がいますね。マラソンするんだったら、普通に強かったんですけどね。一緒か。これだったら。肉、あ、グレータックスとかの方がいいのかな。ちょうどね、筋力、いい感じになってきてんじゃない。結局3撃だったら、まあ、どれでも一緒ですかね。現状、何が一番強いんだ？多分、未だにね、最強はね、グレータックスなんですよね。おそらく、リーチ最強は、このグレートクラブ。
だと思うんですよね。ああ、これグレードシリーズなんだね。グレードソード、グレードアクス、グレードクラブ。なるほど。そこに切り込んでくる肉立ち包丁っていうのはなかなかやっぱ強いですよね。グレートに負けないグレート。これは死んで、ああ、死んでないんじゃない。こんだけ筋力上げても足りないってことは、また筋力上げないといけないですね。飽くなき筋力への挑戦。破壊衝動ですね。しょうがない。どこだ？カラス音がしたぞ。あー、毒ガエル。やべえ。毒ガエルじゃねえんだよな。あれ、樹脂ガエルなんだよな。まいったね。カラスの音じゃなかったよ。ゲロゲロ音だったよ。このゲームのカエルマジ強いからな。樹脂になると本当取り返しつかねえからな、このゲーム。どうやって呪い解いてもらったんだっけな。なんか、赤魔道士みたいな人に昔はなんか戻してもらった気がするんですけど。ん？誰かと戦ってる。ん？なんか竜騎士みたいなのがいるぞ。ああ、すごいすごい。めっちゃ強いっちゃん。うわー、すごい。俺のソウルが溜まっていくっていう謎の現象が起きてんだけど。敵なの？味方じゃないよな、どう考えたって。でもなんか余裕でほふってる。あの残り火、あと売りましょう。俺のグレートクラブっていうか、俺の力ではなんか到底太刀打ちできなそう。一撃でね、灰になりそうな感じだったけど。やだな。敵はいないのか。とりあえず殴るぜ。ほい。1回、2回。よし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 。2回で事足りるならそれでいい。クロムシの貫薬強そうです。敵だね、やっぱり。もう一体いたでしょ。若干食らってる程度か。どこで誰が戦ってんだ。これさ、俺を狙ってくんのかな。俺を狙ってきた暁には、まあ別に構えしないんだけど、どうにかさ、こいつらとさ相打ちしてくれないですかね。そうそううまくはいかないか。うまいことさ、こいつだけと戦うこととかもしたいんだよな。どうにかならんかな。あ、ちなみに呪術の火、左手につけてますが、飾りです。発火はできるけど、まあそれだけですね。特に意味はないです。ご了承ください。そういや、もうボルトもねえから、あんまりこれで何かするってこともできないですよね。ビス。いいぞ。連携して敵を倒せた。ひび割れた赤い瞳のオーブ。ああ。やっぱ俺をぶち殺、ん？ぶち殺そうと企んでいる。その、外の世界の人たちっていう、奴らなんだな。危ねえな。何とぞ後ろから、ね、思いっきりぶん殴って、やつの人生を終わらせたい。どうせお互いね、灰のものなんだから、知らないですかね。ダークリングさえ持っていれば。まあ、死なないというか、死ねないに、等しいんですけれどもね。だから心の折れた戦士もいるわけでさ。うわぁ！ダー！
ありがとう、君は友達だ。で、その門の奥のルートとこちら側は多分樹脂ガエルエリアになるのかな。気をつけねえとな。樹脂ガエルだけではなくてこいつもいるのか。まあ毒吹きしてこないだけ余裕ありますけどね。あ、毒吹き系でした。失礼しました。大変大変失礼しました。まあだとしても結構大丈夫だったりするんですけどね。逃げ気でやれるようになったか。強くなったね、俺も。嬉しいよ。敵を逃げ気でほふるだけの簡単なお仕事だと思うじゃん。大変なんだこれが。ここは入ったことはないな。いや、知った土地か。いや、知らぬ土地だな。ここは一体。城壁外縁？また敵がいるのか？ソウルは3300だから余裕はありますが。ああ、なんだ。またいつもの敵じゃねえか。俺に殴られるだけの敵じゃないか。カウンターみたいな感じでしていかないと、ちょっと思った通りの戦闘はできないかもしれないですね。くつろいでいる。なんでみんなめっちゃくつろいでんの。俺の侵入に全く気づいていないのは不思議なんだが。これはなんだ。寝てるんだから触らない方がいいか。いけね。全然食らわねえ。なんだこいつは。ダメだ、全く歯が立たない。下にも降りられそうだけど。追ってくる、追ってくるな。転がってくる。相手にするのはやめておこう。どうせこの辺りまでは追ってこれまいね。となると、じゃあ奥の方の門行きましょうか。狼と戦える日は来るのだろうか。俺、あ、またこの人たちいる。また悪さしに行くのか、あいつら。あ、やべ、こっち来た。マジか。あ、イエス。参ったな、これは。1回、2回。闇の仮面、かっこいい。俺もつけたい。なんとかなりんすね。装備重量はちょっと上がっちゃうけど、つけてみ。おお、仲間入り。ええやん。ドッスにはなんないし。あ、ここさ、自動マラソンエリアじゃないですか。え、任せてれば。呪術系はいいのかな。後ろから殴るっていうことに何かいい意味があるんだろうか。わあ、すごいなあ。やべ、強くねえか、あれ。なんか俺より絶対強いんだけど。俺もあれくらい強くなりたいもんだよ。ひとまず俺も、あの奥の門に入りましょう。敵の体力は全然減ってないね。頑張れ、やっつけろ。お、いいぞ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 。あー、すげえ強え。やっぱさ、ひるまないってさ、いいですよね。まあ、敵も俺もそうだけどさ。でもな、難しいんだよな。ひるまないと俺が攻撃している意味がないし、ひるむとひるむでね、俺みたいにこうやって影響が始まるからな。
まあ、またオーブか。それでもこの人たちのシリーズのアイテムが欲しいですね。開けてくれ。奥で何が行われているんだ。決戦のバトルフィールド。コッペンで逃げる準備は万端だよ。人のように見えるけどね、かっこいい。深淵の監視者。あ、一撃かした。早速。ひるむのかな。ひるんでは、いるね。じゃあ殴り合えば解決するかもしれない。なんだ。あ、なんか出てきた。またそれ系か。時間がないと。ああ。時間でどんどん増えてくるタイプか。参ったな。勝てそうにない。今普通に他の敵も出てきましたね。バトルロイヤルでもやってんのかな。となるとちょっとうろちょろしてれば助かる可能性もあるってことか。うっかりここで戻ってきてしまったけど、どうしようかな。まだ17分でしょ。マラソンしてどうなる感じとも思えないし、ただあいつらと戦いたくねえし、ボルトはあと5本しかねえし、待つか。ちょっと最悪ソウルはいっぱいもらってるんで、またね、帰還してまた筋力上げてちょっとどうにかなるタイプの敵とも思えないんだけれども、やってはみるか。何にもしないでさ、2300ソウルさ、持てたら割とコスパいいっすよね。だって、昼寝してでもさ、2000ソウルくらい取れますからね、これ。で、さらにこういう、グルーの腐れ槍。まあ、こんなのは50ソウルくらいにしかなんないかもしれないですけど、それでも貴重なね、ソウル源にはなるでしょ？で、奥のあのさ、ソウル、回収できれば、もう8000ソウルだから、普通に戻ってさ、節制すれば、超節約すればどうにかなりそうですよね。深淵の監視者はまずは一人か。まずあのソウルを回収してみよう。大瓶じゃないね、コッペも違う。で、飲んどいてさ、何人か監視者を召喚させてみましょう。で、なんか 2,3 人くらいね、出てきた時に味方の監視者みたいなやつが出てくるんじゃないかと思うのが、気のせいだったら寂しいね。かっこいいな。その動き俺もしたいんだけどね。あ、やっぱ味方の監視者いるな。これ振る、武器を振る。よし、あ、負けちゃった。あ、割とあれだな、戦えてますよね。敵
敵なのか味方なのか分かんない、俺を攻撃しない感じじゃん。やれるかもしれないな。よし、もうちょい見てみましょうか。俺が敵のさ邪魔をしなきゃ。あー痛い、間に合うかな。よし、邪魔をしなければもしかしたらもうちょっといい時が来るかもしれない。これは何か聖杯のようなもの。襲いかかってくる様子はないですね。ボスの顔をして実はボスじゃない可能性がある。今後なんかたくさん出てきそうな感じですよ。よいしょ、その技かっこいいね。俺もやりたい。あれは味方？いや、謎ですが死にましたね。1回ずつに体力が設定されているのかな。特に新しく味方が発生する感じ、いや発生している。あーなるほどね、時間をこれで稼げてるとか。これだけやれば一撃は入りますからね。まあ、敵がね2体だけっていう可能性はないですけど、ただ待ってればなんとかなる可能性はあるか。また出てきてるよ。どうだ、よし、でこれでさ、もう一体が出てこなければなんとかなる可能性はあるよね。逆に味方というか味方じゃないやつが復活すれば、まあ、こちらの攻撃もしやすいかもしれないし。あー戦ってる、誰か何か謎のやつって戦ってるな。永遠にやり続けないといけないのだろうか。いいぞダークソード、俺も使いたい。じゃあダークフルスイングからのキック、ひび割れた方。ダークシリーズ欲しいですね。ダークとか闇系が欲しいですね。これ何なの。闇に滅んだ古い小国の生き残り、ダークレイスの骨の仮面、その口果てようとするもの。なんか結局何なんだってね。ああ瞳の侵入者、世界板のしもべであったとも言われている。ヨルムンガンド的なことかな。ダークソード俺使えねえじゃん。ああ技量系なんだ、おまけに直剣なんで。あまりダーク感ないですけどね。よほどグレートクラブの方がこのジャーク感ありますからね。じゃあちょっとここの敵はね、風に物を言わせてくるタイプなんで、あぶね、もうしばらく待ちましょうか。ソウルはいっぱい持ってるんで、もっともっと筋力上げてひねり潰せるくらいでいかないとダメですよね。録音はさっきパソコンがブラックアウトしちゃったんですけど大丈夫そうですね。じゃあ筋力を上げてください。筋力を39で、今3000ソウル、3000ソウルあるから、もうちょっとなんかババアにさ、あ残り火売れるじゃん。あこれなんかマラソンしてる時に取ったんだよな。消えかけのソウル50か、これはいらないな。なんか他に、あじゃあダーク系いらないか。武器が本当にさお金にならないんだよな。
槍もいらないね。タリスマもいらないと思うけど、まあお金にならないけど一応売っちゃいましょう。腐れたて5しかないんだ、厳しいね。この辺はまだ恨んでもいいか。となると今持ってるのが5000、全然足りてないですね。あ、これは、あ、106、これだけしか売れないのか。もうちょっと、もうちょっとマラソンすれば、もう1万超えしちゃったかな。あ、まだ9000、まだ9000で許されてるから、もうちょっとマラソンして筋力上げておくか。ちなみに、また敵ぶっ飛ばしていたら、この足がこっちだ、闇の主攻手に入れました。重量はやっぱ重いですけどね、そのうち、ね、ドスになると嫌なので、まあ、外せるものを外しておきましょうか。闇の仮面と闇の主攻で、ね、ちょっとズボン白いんで、あ、まあちょうどいいか、上黒で下白でっていう感じで。いやでも普通にさ、かがり火も近くにあるから、いくらでも稼ごうと思えば稼げちゃいますよね。だけどね、そんだけレベル上げしててもしょうがないっていうところはあるので、どうしよっかな。一旦区切って時間を見るか。